撃のガッシュベル。スタートボタンを押すのだ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、みつです。前回でこの金色のガッシュベル、激闘最強の魔物たちのストーリーモードを全部、クリアすることができました。で、今回は何をするのかというとですね、遊びたいモードを選ぶのだ。ストーリーモードの、このガッシュの日記っていうのをちょっとやってみようかなと思います。ガッシュの日常を体験してみよう、まあミニゲームの モードですね。それをやって遊ぼうかなと思います。ガッシュの日記。ガッシュがうちにやってきてだいぶ経つが、俺ガッシュのことほとんど何も知らないんだよな。あいつ俺が一緒にいないときは何やってんだろう。キャンチョメ。お菓子を拾って、ルール説明。時間内に全てのお菓子を拾ってキャンチョメに届けましょう。左スティックでガッシュを操作します。で、これ1回やったんですけど、まあご覧の通り最高クリアタイム72秒、だいぶかかりましたね。これ結構難しいんだよね。いや、キャンチョメ好きだよキャンチョメ結構好きなんだけど、最初はすごい弱い感じで出てきたんだけど、最後の方とかめっちゃ強いからね、びっくりしたんですけど。フォルゴレのコンビが好きだったな。さあ行こう。鉄のフォルゴオレ、無敵フォルゴオレと、無敵フォルゴオレ。よいしょ。で、まあ、落ちてるね、このキャンディーたちを30個全部集めてキャンチョメのとこに持ってくんですけど、クリアできるかな。これ結構ね、どこに落ちてるのか分かんないんだよね。あと半分ぐらい。よいしょ。ジャンプするとね、もう一回こうやってダッシュすることができるんで、なるべくジャンプして、よいしょ。この茂みに落ちてるやつとかね、分かんないよね。あと6個もあんの、マジで取れないし。え、あと3個どこ、あ、ここか。あと2個、え、どこ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 。もうさ、無計画に集めちゃうからさ、どこに落ちたのか分かんないんだよね。あっちか、あれ、え、マジでないぞ。あった、あと1個、あと1個どこ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 、あと1個どこ。あった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 。4、3、2、あと3秒。あぶねえ。どういたしまして、キャンチョメ。さあバルカン、もうすぐ公演なのだ。あなた何持ってるの。あ、ナオミちゃん、これは私の友達バルカン300だ。ちょうどよかった、私獲物を探していたのよ。バルカンを救え。邪魔をするナオミちゃんを避けながら時計柱でいいのかなに吊るされたバルカン300を時間内に助けましょう。左スティックでガッシュを操作します。左時計柱の近くで丸ボタンを連打するとバルカン300を下ろせます。これもね、結構難しいんだよね。てかさっきのナオミちゃんマジで怖えぞ、ホラー映画みたいだったぞ。ねえ、まずナオミちゃんをこっちに起こします。で、うまく動きながらここについて、おお、いるじゃん、痛い恐ろしい声で。でもそうやって考えると結構デジモンの声優さんは結構いるんだよね。パルモンやめて、パルモンやめて、
ハルモンもいるし、ミミもいるし、タイチもいるしみたいな。あーちょっと、そう、ナオミちゃんに構ってる場合ない。もううまく喋れねえし。これね、できないんだよね。これ難しくない？ちょっともう一回やるわ。もう一回やるわ。だってこれナオミちゃんを引き寄せて、なんかねつまずいたりするんだよね、ところどころで。うまくね、こっち、この木に詰まるんじゃなくて、よいしょ、ウォーリアー、こっち来てる。こっち来てる。ここにはめてもいいかもしれねえな。うわあ、マジかマジかマジか。もう来てると思ってなかった。うわあ、間に合え。よし、間に合った。っていう感じのゲームです。恐ろしい。メルメルメー、ウマゴンに乗って時間内に20匹のブリを取りましょう。左スティックでウマゴンを操作します。ウマゴンも実は魔物の一人です。一人、一匹、一頭。最高クリアタイム30秒。うん、さあ行こうぞ。飛べないんだっけ。パッカラパッカラパッカラ。これはただ単に落ちてるブリを拾うだけなんだけど、カメラ操作に慣れてないんでなかなかに。頑張れひまわり。ひまわり頑張れ。はい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 。あれ今あったよ。はいはい、あと3つ。はい、終わり。お、記録更新だ。やった。さあバルカン、今日も元気に遊ぼうぞ。よく来たわね。うわまあ同じだね、バルカンを救えです。今度はナオミちゃんのスピードが上がってきます。車に乗ってます。結構結構結構、うわー、あれ来ない。あれこれさ、どっかにね連れ込んでね、連れ込んでって言い方もおかしいんだけど、連れてきてね転ばすことができる。あ、そう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 、これだ。何すんのよ。よいしょ、やばい、来てる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 。うおうおうお、うおー、あとはもう時間いっぱい引っ張れ。うおー、間に合うか。バルカーン、バルカーン、うわあ、とんでもない、とんでもないことが起きてたぞ今。あぶねえ、間に合った。ぬう、いつも気を丸ばかり楽しいところに行ってずるいのだ。どこか入り口を探して自分の力で入る。会場に入るのだ。時間内に裏口へ行きましょう。警備員に捕まるとスタート地点に戻されます。左スティックでガッシュを操作、丸ボタンでカバンに隠れます。あら、めぐみのコンサートかな。さあ行こう。とてとてとて、ふぅふぅふぅ、甘いの。ふぅふぅ、
あ、ダメか。マジか。マジかよ。避けれたと思ったのにな。あ、ちょっと待って。くそ、カメラね、これ反転じゃないんだよね。右スティックはちょっと右回りに回っちゃうからね。慣れてないぜ。普段アクション RPG とかやるときみんな反転でやってるからね。という言い訳をしておいて。よいしょ。いけるか？あと10秒しかないよ。ダメだね。やり直し。くそ。クリアするまでやるぞ。あれ？案外ザル。案外ザルじゃねえかよ。簡単にいけたぞ。マジか。いいわね、ガッシュくん。イギリスに行けて。楽しんできてね。うむ、楽しんでくるのだ。イギリス行くんだって。あんたちょっと抜けてるから、周りに気をつけなさいよ。うむ、気をつけるのだ。な、なんであんたなんかがイギリスに連れて行ってもらえるわけ？冗談じゃないわよ。うぬ、冗談ではないのだ。うぬ、バルカンよ、お前はお留守番なのだ。良い子にしておるのだぞ。さあ、行くぞ、ガッシュ。気は早いの。父上殿も元気でおると良いな。なるほどね。遊んでいるだけのように見えても少しずつ成長しているんだな。金色のガッシュベル、スタートボタンを押すのだ。っていう感じの、モードでした。あれだね、親父に会いに行くときの、前のやつだったのかな。で、あとは、ミニゲームは今やったやつだね。これがね、熱いんだよね。あ、待って待って、4人対戦、魔物同士で、コミカルバトル、1人から4人用モードで、2つしかないんだけど、魔法を燃やせ、なんて恐ろしいミニゲームだ。相手の魔法を火に蹴り入れて燃やしちゃおう。とんでもねえゲームだよこれ。恐ろしすぎんだろ。で、もう一個がブリ取り合戦。なぜだかブリが降ってきた。取って取って取りまくれ。じゃあまず魔法を燃やし合いましょう。恐ろしいな。で、まあこういう風にね、コントローラー4つとかね、そんな無理な話なんで、コンピューターを相手にやっていきます。で、いつもねこれやるときね、あ、違う違う、よいしょ、この仲良し4人組でやってます、いつも。さあ行こう、魔法を燃やせ。焚き火の数、あ、こんなにできるんだ。とりあえず2つにして、炎の、炎の数、あー、そういうことか、両方燃やすかってことか。いや、1個でいいや。行きましょう。で、自分の魔法を守りながら、よいしょ、自分の魔法を蹴って守り、あー守りながら相手の魔法を燃やすという、なんとも恐ろしいゲームです。ちょっと3人で遊んでんな。お、キャンチョミが勝った。やるな。ちょっと勝つまでやろうかな。ちょっとね、魔物たちのね、キャハハとかウフフとかいうね、声がわめくんで、ちょっと怖いっちゃ怖いんだけど。キャンチョミの、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 あー、俺の魔法が。キャンチョミ強すぎだろ。ちょっと待て。これは許せんぞ。あれか、乳酸菌飲んでるから強いのか、お前は。くそー。乳酸菌は体にいいんだぜ。さあ、行くぜ。キャンチョメ狙おう。キャンチョメ。キャンチョメ、キャンチョメ。あ、俺の魔法、待って待って。待って、遊ばないで。これさ、どうやって持ってくの？違う、俺の、ああ、危ない。キャンチョメに勝たせるわけにはいかない。どけどけどけ。よっしゃー、よっしゃー、勝った。あぶねー、なんとか勝てたよ。あぶねー。
いや、キャンチョメ強えな。マジか、意外な才能だな。よし、最後ブリトリ合戦やって今回のシリーズは終わりにしようかな。よし、でメンバーは同じ。これ引っ掛けだよね。ティオキャンチョメときてさ、なんでここにハイドがいるの。普通ウマゴンでしょ、ここ、うん、いつもね選択間違えるんだよね。さあ行こう、ブリトリ合戦。どうしようかな。出現数普通でやっててもいいけど多いにしておこうか。結構ねこの銃がねたまりにくいんだよね。で相手を踏んづけたり殴ったりすると、あれ殴れたっけな、どっちかなだったような気がしますけど、相手のブリを落とすことができます。行こう。あ、できるね。丸ボタンでタックルでジャンプだね。あとはバツで。誰だ、ティオか。ティオが、おら待て、ティオティオ狙おうぜ。ティオ体当たり誰、ウマゴン。くそ、ふい、あーがー、ちょっと待て、わらわらわら、ちょっとカメラ見にくい、ちょ、これさ永遠にさ試合が終わんなさそうな気がするんだよね。10匹って結構多いよね。よし、誰、キャン、またキャンチョメか。ちょっと待て、くそ、出現数多くしてもこんなに蹴りがつかないゲームってあんのか。時間制限とか設けた方が良かったんじゃないか。これ10個でも結構きついぞ。確かねこのノルマね10、20、30、50だったかな。で設定ができるんですけど、やべ、ティオがよし、 OK。 50とかできっこないよね。時間かかってしょうがないの、ほんま。あえてみんなに近づかないようにして、ウマゴン組んだ。あっ、ウマゴンがしまった。くそー、許せねえ。くそ、もう一戦ぐらいやりたいな。ちょっと勝つまでっていうと時間かかるだろうから、これをラストにしよう。キャンチョメ許さん。あっ、すいません、またウマゴンか。くそ、やべ、ウマゴン強えぞ。ティオか。よいしょ、これでね地味にねこうやって集めていくしかないんだよね。地道にね敵を避けつつ地道にやるのが、ね、一番。何事も地道が一番。ウマゴン邪魔すんなよ。あ、てかウマゴンやべ、ウマゴンよし、待て、やばい、ちょっとウマゴンを止めろ。よしよし、あ、やばい、ティオも待て。おらくそ、なかなか終わらんぞ。ティオ、よし。なんでみんなそんな取れるの。いて、いや、蹴られた、ティオに蹴られたんだけど。くそ、残せ。あ、くそ、ウマゴのキャンチョメか。ウマゴ、いた、くそ、どうよ、なんかティオに蹴られるな。俺はもうゼロだから取っても意味ない。ウマゴを狙えって、みんなウマゴン。ウマゴン強えんだけど、なんで、マジかよ。まあ面白かったっていう感じで、まあ魔物同士の戦い、ある意味での戦いもできるというわけですね。金色のガッシュベル、スタートボタンを押すのだ。いやー、ちょっとミニゲーム最後ね熱くなってすげー今汗かいたんだけど、いやー面白かった。いかがだったでしょうか。ストーリーモードと、まあ、ミニゲーム、4人対戦とやっていきましたが、まあこれ以外にもねもちろん、モードっていうのがあっていろいろ楽しめるようになっていたんですけれどもね、ぜひ、皆さんの手でやってもらいたいと思います。まあね、ゲームだけじゃなくて漫画とかアニメもありますので、そちらの方にもぜひ触れてみていただければと思います。では今回はここまでにしておきましょう。
Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。ではまた、新しい実況シリーズもしくはラジオなどもやっておりますので、そちらの方でもお会いできればと思ってます。ではまた別の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。